ロジャー・コナーは、アメリカ合衆国コネチカット州ウォーターバリー出身のプロ野球選手。左投げ両打ち。飛ぶボールが採用され、ベイブ・ルースが本塁打を量産する1920年まで、通算本塁打数の最多記録を持っていた。1880年に、トロージャンズと契約して、メジャーリーグにデビュー。6フィート3インチ、220ポンドという大柄な、 体格ながら守備、走塁は俊敏だった。一年目から打率、332、47打点とリーグ3位の成績を上げる。トロージャンズ破綻後、1883年にニューヨークゴサムズに移籍する。1885年にはリーグ最多安打と同時にリーグの首位打者になった。所属していたゴサムズはコナーの在籍中にチーム名を ジャイアンツに変更しているが、その巨人とは、コナーのことを指すという説が今でもあるほどである。コナーはまた、ジャイアンツの本拠地であった、ポログラウンズで、最初に作への本塁打を放った選手としても、知られている。以後1889年には130打点で、打点王、翌1890年には、リーグ最多本塁打をマークした。 個々の打撃成績において、リーグトップになる回数は少なかったものの、各打撃部門では常に、リーグの上位の成績を上げていた。本塁打は、毎年のリーグ最多本塁打数が20本に満たない、当時で、2桁本塁打を放ったシーズンが6度に及ぶ。1894年にセントルイスブラウンズに移籍し、1897年に、現役を引退。 通算本類打数は、当時のメジャーリーグ最多本類打記録であった。引退後は故郷へ戻り、いくつかのマイナーリーグ球団を運営していた。1931年、生まれ故郷のコネチカット州、ウォーターベリーで死去。1976年、ベテランズ委員会が、アメリカ野球殿堂入り選手に選出した。ありがとうございます。